バイディオジャーナル、パパディオです。パパでーす。やりましたね。やっちゃいましたね。とうとう。まあ、前回計30万車両価格30万の計を買ったするのがまだしたんですけど、まあ、結局キャンパーの知恵と工夫を駆使しても、まあ、3人で行くのはきついだろうということで、はい、そう分かってきた。ファミリーで行けるキャンプに行ける車買いました。はい、こちらハイラックスサーフ、はい、185です。185、すごい、かっこいいよな。かっこいい。なんかそのレトロな感じがいい感じ。これね、多分ね、平成8年とかやね。8年、うん、うわ、20代のあの頃に乗りたかったな。20代のあの頃に乗っとったらなあ。あれでしたね。あれでしたよな。まあ、まあ、今あえてこの古い車、うん、乗るっていうのがね、またいい感じになってるんじゃないかなと思う。確かに味があるよね、うん、ちょっとね、細かいとこ、うんうん、ちょっと紹介していきましょう。はい、じゃあここ気に入ってますよみたいなポイントをちょっと紹介していきましょうよ。あ、はい、はい、そうそう、その前にこれね、もともとね、うん、ランクルの80が欲しいって言ってて。そうやんな。そうそうそう、そうなんですよ。で、なんかちょっとたまたま通りかかった車屋で、なんかランクルが展示されてたから見ていいって言って入ったから、うん、清井桃さんも、これでいいやいやって言い出して、何ってなって、これこれってなって、そうで、パッて見たら、ハイラックスサーフやん。車種が全然わからんかったんけど、見た目だけで、え、かわいいってなって、この背面タイヤがかっこいいから、めっちゃもうかっこいいしかないやん。背面タイヤの車はほんまに結婚した当初以来ですかね。ああれか、昔三菱のパジェロ、あ、パジェロや、乗ってましたよね。そう、懐かしいな。リッター多分5ぐらいしかなかった。ああ、あれやばかったよ。あれも背面ついてて結構好きやったけど、俺は。ああ、タイヤがね、オールテレイン BFグッドリッチっていう、まあなんか定番のタイヤらしいんですわ。で、このホイールが俺ちょっとよく分からへんねんけど、うん、鉄ホイールで、うん、デイトナなんかな。うん、でもそれはここにもなんか青いラインが入ってんねんな。あ、そうなん、うん、こういう青のラインが入ってんねんけど、これには入ってないねんけど、おそらくそれっぽい鉄ホイール、ですね。これホイール部分やったやん。私タイヤのラインが終わった。それホイールなんですよ。あ、ホイールのライン、そこまでホイールやねん。はい、ホイールです。ちなみにママさん、これ外し方わかります？わからへんね。ここの、やったことない。ここあれやろ、これをカチッと、うん、引っ張んの。そう、あ、ほんまやん、はい、すごい、いいですよね、背面タイヤってやっぱりかっこいい。ここを開いてからのここ開く。そう、でもただかっこいいけど、うん、キャンプでいうと結構不便かな。あ、これを外してから、あ、せやな、こう後ろ上げるって、荷物の出し入れってのは必ずするから、うん、あ、そこまで考えてなかったね。まあでもそれをな、うん、へとも思わさへんぐらいのかっこよさはあるよね。確かに、はい、いいっすね、いいっすね。はい、あとね、この画面、フェイスですね。うん、めっちゃ可愛いよな、このトヨタ。これもやっぱりやった、うん、そう、本来は、うん、多分トヨタのマーク、うん、だから、うん、あ、はい、あれね、そう、で、それをこういったトヨタ文字に変えてる。うんうん、これがまたなんかレトロ感が出てるんですよね、うん、いいよな、この網も蜂の巣みたいで、可愛いし、バンパーもマット、マットブラックやね。マットブラックにして、これも US のコーナーだから、おいおい、めちゃくちゃ揺れたな。私も今思った。めちゃくちゃ揺れてるけど大丈夫？
すごい揺れたな、今すごい新発見やな、揺れるタイプ。やっぱりこのオレンジがいいな、うん、確かにこのね、オレンジ、オレンジがやっぱりいいわ。それでや、あのタイヤのホイールのオレンジと合ってんねや。ただ今これちょっと揺れが気になってるな。行かなかよ、この前さ。まあやっぱ20年前の車なんでいろいろガタあるよね。ガタありますよね。はい、まあ2つ目はフェース。はい、じゃあ3つ目、このハンドル、何のハンドルやったっけ。ナルディ、ナルディのハンドルに変えてるとこね。これめっちゃ可愛かった、このね、木目調でこの細さめっちゃ可愛くない？いや、これだいぶ可愛いよな、ハンドル変えるだけで。ほんまにこのツヤツヤ感も可愛いし、ナルディって初めてそう知ったけど、まずさ、ハンドル変えるっていう考えがなかったもん。今まで、今までそんなカバーすらしたことないな。うん、だからもう衝撃的やった、このハンドルは。めっちゃ可愛いもんな、ダメに。運転はしやすい？運転、うん、しやすいかって言われたら別にそのしやすい感じはないけど、うん、まあでも運転してたら楽しい。ああ、なるほど、うん、男の人はそうかもしれんな。あとはね、ここの部分めっちゃアナログやろ。可愛いよな、なんかこの、うん、そのメーターというかメモリがこう時計みたいに上がっていくやつ。めっちゃレトロでいいよな。かわいい、かわいい。あら、こんなとこになんかバンダナ巻いちゃってるやん。いや、これかっこいい。何これ、どこのバンダナ、これパパさんやろ。チケタもうさりげなくなんかここにバンダナ巻いてるのがかっこいいですね。あー、これなあ、でもこれだけ買いに行ったもんな、わざわざサーフ持って。はい、このバンダナだけ買いに行きましょう。なあ、どうしても欲しくて。うん、これが欲しかったやろ。どう、思い通りでしょこれ。ここにバンダナを巻くっていう概念もなかったんだよな。なかった、うん、かっこいい、すごいなあ。あとはこのシート、このカバー、色がめっちゃ可愛い。この色とその外装のこの色を見て、え、可愛いってなったから。すごいセンスいい人が乗ってたやろなと思った。だ、結構さ、うん、サーフの動画見たらさ、うん、内装もさ結構がっちり、うん、カスタムされてる車が結構多いんやけど。え、そうなん？そうそうそう、これ多分シートと、まあそこの空調系のパネルとハンドルぐらいなんですよ。あ、そうなんや。で、あとだからほんまにその内張りとか、うん、このダッシュボード的なものとかは全部純正で、でどうなんかなって思ってたけど、うん、結構もう純正のままでも可愛い。可愛いよな、普通に。可愛いのよ。グレーやし、この辺も全部純正やもんな。うん、ここの中模様が純正、めっちゃ純正っぽい感じするけど。そうそうそう。なんかでも可愛いよな。可愛い。うん、そんな特に変えたいわ、ダサいわみたいなのはないな。初め変えたいって思ってたんやけど、うん、実際に乗ったら別に、ああいいな、このままでもちょっと遊べるなみたいな。うん、確かに、うん、なんかこのちょっとチープな感じがまたいいんすよね。今の着ないもんな、こんな。レシートもこれトヨタの純正のやつやんな、うん、不思議な柄やな、なんでこんな柄にしたんって思う。けどなんか可愛いねんな。なんか波打つ感じの、うん、模様でも愛着湧いてんね、うん、可
可愛い。トヨタって書いてるのがまた可愛い。このシートさ、めっちゃいいねんけど、たまにここピョコって出てる。そう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 。出てくるよな、ひょっこりはんで。もっとがっつり覆われてる。あ、まあ、おいおい、うんうん、ちょっとシートも変えようかなとは思ってる。あ、そう。うん、へえ。まあ、また何万円ってするんですけど。ええー。結局あれやな、うん。でも今はちょっとこれで遊ぼうかな。うん、ちょっとないなね。こんにちはーって出てくれよ。うん、こんにちは言うてるわ。この外装のこの塗装の色なんて言ったらいい。これちょっとブルーっぽいグレーなんかな。うん、そうやんな、ブルーにグレーが上がってるもんな。はい、こう正確な塗装の色わかりません。なんかちょっとブルーっぽいグレー、うん、濃いブルーっていうのかな、暗いブルー、濃いというか、なんかくすみブルーみたいな。ちょっと前流行ったくすみ系の。あ、くすみ系ね。かわいいで、でもすごいかわいい、濃いブルーグレーで。じゃあ後ろの荷台、後ろ荷台。ちょっと待って、重っ。はい、こんな感じです。どうですか、ラゲッジスペース。すごい、なんていうの、広い感じはすんねんけど、セレナはもっと低く、低くこうなったから広くはないんかなって。上にはそんなに積まれへんから。ちょっと座ってみてよ。いた。やばいやばい。ちょっと待って、これよ、うん、俺があの K の時、 K の動画の時に言った、うん、あ、これがやりたかったんよ。これなんよ、これでな、タントじゃないの、タントじゃないのよ、これなのよ。じゃあ初めからこれ買えや。まあなんかそのサーフの動画結構見漁ってんけど、買ってからやけどな。ああ、そうなんや。でやっぱラケッジスペースが広いって言って絶対紹介されんねんけど、動画を見るたびに広いとは全く思われへんくて。そやな、でもやっぱ実際、うん、うん、これね、広くはないんですよ。うん、セレナの方が広い。セレナの方がもう積載は圧倒的に乗る。まあ3列目上げたらの話やけどな、3列目あったらもう全然詰まれへんけど。3列目はな、うん、まあでもこの2列目をちょっと倒せばちょっと広くなる。あ、まあ多少は、うん、まあまあ全然ファミリーでキャンプ行く分には問題ないぐらい詰めるとは思う。まあ、うまいことつまらあかんかもしれない。うん、そやな、うん、まあなんか絶対広いって紹介される。あ、そうなん、うん、でも分からん、 どの車と比べて広いって言ってるのか分からへんけど、タントちゃん、タントと比べて広いよね。お間違いないよそれ。お間違いないよ。タントと比べたらめちゃめちゃ広いで、ほんまに4人でキャンプ行けんもん。で、椅子が結構フラットに前に倒れんねんな。そう、うん、これがね、うん、要はこのままパコンと倒れるんですよ。で、まあもともとトラックから来た車やから、はい、ほんまにもうほぼフラットになる、うん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 、でセレナのフルフラットは実際はあれフルフラットじゃないやん、うん、すごいひどい段差があって、うん、そのシート分の厚み段差になるやんか、うん、だからこれがもうこのままここが厚みになるみたいな。すごい落ちとったもん。でこれはもうほんまにフラットになるから、うん、車中泊は多分めっちゃ寝心地いいと思う。ああ、なるほど、うん、でもここのあのタイヤのこの出っ張りが結構2人ぐらいしか寝られへんぐらいかな。タイヤの出っ張りのせいで水をちょっと取りまーすが。でも頭は向こうにしたらいけんのかな。じゃあまあ両サイドの人が横向いて寝たら3人寝れますよ。あ、真ん中の人だけがもうこれを抱き枕、そう、それを抱き枕的な感じ。ああ、なるほどね。そしたらね、狭そう、狭そうやでそれは。まあまあそういうのも考えていかなかった。これ扉さ、ちょっと閉まりにくいよな。めっちゃ重いき。
これこれ閉めな閉まれへんねんな。それはまあちょっとやりすぎやけど。あ、やりすぎた。じゃあ普通こうやん、うん、これで閉まる。あ、はい、やった閉まった閉まったんかい。いや、出たらこれで閉まる。あ、どういう状態、うん、ちょっと押し込んであげないと。しっかりグッとね。そう、まあ20年前やろ。しゃあないよな、いろいろあるよね、そういうのね。まあそこも可愛いよな。そこは含めてかな。あと俺が一番、そう、うん、あとね、これ、それ、それこれね、ママさん。あー、これな、びっくりしたな、これこれ、みんな、見えますこれ。わかりますベラベラのやつ、ベラベラのゴム、これはちょっといただけないね。そうそう、だ車検通すのに、あー、タイヤが、そう、タイヤがちょいはみ出すから、うん、もうちょっとちゃんとしたゴム、うん、こういう、まあこう形取っててこうゴムが両サイドについてるみたいな、ここにバチッとはめて、うんうん、後ろはそれやんな、うん、みたいなやつをつけときますって言って、うん、トリンタこのペロペロの、もうベロンベロンなのよこれ。お前ただ車検通すだけにつけたみたいな。そうそう、これだけは可愛くない、ほんまに。許されやった、うん、これもうだって取りに行ったってガムついてる。いや、どうやってここにガムつくの。え、ガムついてんの。いや、怖いって。怖い怖い怖い、汚い汚い。そんな、誰のガム。さすがにこう、なんか鳥にな、猛暑しに行ってな、もう見たときな、うん、思わず言ってしまったもん。これはちょっとひどいぞ。さすがにこれあかんよな。なんか言ってたやつと全然ちゃうかったから、思ってたのかな。ちょっとの間それでいいかなって思ったけど、うん、もうその日のうちにポチったよ。あかんよ。フェンダーボール、US で4ランナーの純正のフェンダーボールをポチりましたよ。やってくれたな。翻訳ちょっとイラッとした。そうやな、うん、これぐらいかな。そうね、紹介できるのはね、うん、まあ、基本こういうところは全部マットだけど、みんな知ってるし、もの取り替えるフェンダー、取り替えるフェンダーボールはちょっとあのメッキになっちゃうんですけど、まあ、そうですね、はい、まあ、これからね、それで平成8年式に変えてさ、うん、走行走行距離は13万キロぐらい走ってるのかな、うん、もっと走らせていこうや、うん、いやいや、30万キロぐらい上手に乗ってな。これね、でもほんまに計算はしてないけど、めっちゃね、まあ、毎日ガソリンパーティーです。近くにコストコあってよかったな。コストコが近くにあってよかった。あー、よかったよな。大阪行って帰ってきただけでめちゃくちゃ減っとったな。減っとったよな。大丈夫。だからまあ、K は K でよかったな。まあ、K は K で、ほんまなったっすか。普段のリニアもおもしろかったよ。キャンプ用の車、こいつで早くキャンプ行きたいですね。行きましょう、はい、行きましょう。いや、いい車買いましたよ、ほんまやね、めっちゃ可愛いもん。いろいろ劣化してるけど、うん、僕そういうのもあんまり愛しさすら感じてる。タントにはもたへんかった。初めての感じ。タント。でもなんかガソリンの減り見たら、うんうん、タントもなんか愛しく感じる。ああ、頑張ってくれてるな。そうやな。私はもうほんまにタント可愛いよ。可愛い可愛いって。っていう感じです。まあ初めてキャンプらしい車。四駆っすからね。俺も多分スタックしないですよ。僕は牧場も行けるんですよ。楽勝。リビンチしますわもう。ほんまに。ゴリンゴリンに。絶対すもんもんだって。そうやんな。あ、ちなみに2インチリフトアップしてんのかな。ああ。だから5センチぐらいなんかな。多分5センチから4センチぐらいちょっとリフトアップされてる。あ、だから乗るとき飛び乗る感じや。そう。いつもならハンドルに。足を膝を向けて、まあ、楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。この車でね、はい、この時代にね、逆行する車で楽しんでいこうかなと
可愛いもんな、だって可愛いよ、はい、うん、ベティっていう名前をつけました。またや、ベティ、ベティって呼んであげてください。ちゃんどんごん、ちゃんどんごん、パパさん、ママさん、ベティや。皆さん、ユニメの子供、ね、ベティですよ、こいつの名前はベティですから。男の子なんだね。女子です。ベティ女子、ベティ女子。あ、そっか、ベティちゃんやもんな。うん、男の子は嫌いです。男の子は嫌い、はい、ということで、まあ、こんな感じですね。はい、最後までご視聴ありがとうございます。はい、今回は、ね、はい、ハイラックスサーフ、はい、購入しましたよっていう動画です。はい、またね、こいつでキャンプ行く動画もね、おいおいアップしていきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ファイティアオチャンネルママでした。じゃあ次はね、次回はあれですか、取り付けか、キャンプか。取り付けのキャンプ行かないよ、これ本当に。頑張りましょう。恥ずかしい予定、はい、ちょっと恥ずかしいね。恥ずかしい予定ね、うん、またね、次回の動画でお会いしましょう。バイ。Ha ha ha ha!